ありがとうございます。またもらえますよ。次回からまたもらえるの。私を持って、あ、もう一回。今のはもう一回。違う。まっすぐ回してよ、まっすぐ。はい。いやいや。あー、全然いかない。タイミング的に良かったけどな。ナイス。何年ぐらいやってるの？この正常寺自体が、第10代の旗時公の位牌を祀るために作られたものなので、その当時から、この檀家の人たちはいろんな行事をずっとやってきてるはずなんですね。だから多分、もう500年とかっていうやり方は少しずつ変わってるかもしれないですけど、年の初めに、今年1年の、祈願をするということでずっと代々伝承されてきてると思います。今年もよくできてよかったと思います。だけど自分でこう弓とか矢とか作るのはちょっと珍しいですね。あ、そうですか。当集録はもう最初からこの形で代々伝わってきてるようです、伝統は絶やさないように。そうですね、これは頑張って、いかないと。そうですね、人が少なくなってますけど、ですね、できるところまでは練習していきたいと思います。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。俺も全然できます。ありがとうございます。こうして。またもう一回じゃ。
それでも、うん、簡略化されてるところもあるんですよ、うんうんうん、あの今立ててるあの辻札 の、はいはい、あの竹の笹がこう一つにこうなってやってますけど、うん、あれはもともとは2つ、うん、V の字にこうやってたらしいんです、うん、昭和のだから30年40年とか2つ抱き合わせた状態であれにあの竹に取り付けてたらしいんだけど、いつしか、うん、それを簡略されて今一つになった。手が沸騰しちゃう。